アーサー・レッサーはアメリカのピアノ奏者。弟フランクは作曲家。ニューヨークの生まれ。ピアニストだった父から音楽教育を受け、音楽芸術研究所でシギスムント・ストヨフスキとパーシー・ゲチウスに指示。1913年にベルリンに行ってデビューを飾り、1914年から1919 19年までバイオリニストのモード・パウエル。 1920年から翌年までミッシャエルマン、その後1922年までエルネスティネ・シューマン・ハインクの伴奏者をそれぞれ務めた。1926年からクリーブランド音楽院で教鞭を取る一方で、指揮者のビルフリート・ペレティエとピアノデュオを組んだり、アルトゥル・ボダンツキーと共演したりと活発な演奏活動を行った。また、音楽評論にも手を染め、 1936年から1941年まで、クリーブランド還元楽団のプログラムノートを引き受けている。1943年から日本担当のアメリカ陸軍情報部員として勤務し、終戦後は日本でもピアノリサイタルを開いた。戦後も活発な音楽及び執筆活動を続け、アメリカの歌におけるユーモア等の本を出版している。クリーブランドにて没。 ありがとうございます。